でゴムの力で小宮山さんの超最大速度を限界突破をさせるっていうトレーニングをしたいです。なるほどなるほど。結構危険なんですけど。はいどうもこれです。はいどうもこれです。はいというわけでね、先生結構うまなってきましたね僕。ありがとうございます。というわけでね、あの小宮山 50m で6秒超えの道第6回目今回はですね、何をご紹介ですか。ですね、はい、まあ、結構トレーニングしてきて、小宮山さん結構こう早くなってきてると思うんですよね。体重も痩せてきて、うん、まあ、動きも良くなってきて、はい、で多分そろそろこう、はい、プラトーっていうか、まあ、いい感じ右肩上がりだったのがちょっと成長が止まる頃だと思うんですよ。そろそろこのもう誰も驚く成長を見せる僕でも、はい、さすがにちょっとプラトーが、はい、でそのプラトーをぶち破るために今日はこのトーイングっていうトレーニングした。トーイング、はい、これどうするかっていうと、はい、小宮山さんのここに今、はい、あの輪っかみたいなのをつけてですね、でこれがゴムになってて、まあ、15m、10m ぐらいあるんですかね、はい、これをこうグーッと引っ張って、はい、でゴムの力で小宮山さんの超最大速度を、はい、小宮山さんの 100% をこう限界突破をさせるっていうトレーニングをしたいです。なるほどなるほど。もうその普段もう限界まで来てるから一回その強制的にぶち破る。そうです、まあ、結構危険なんですけど。そうですね、はい、やっぱりスプリント怪我と隣り合わせ。そうです。でも先生ってやることで気がします。いやそういうわけではないですけど。まあもちろんそのケアをしながらやりたい、はいはい、では早速いきましょう。この間にチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは早速エクササイズやってみましょう。はい、ということでまずは、基準となるタイムを測るために 10m 加速してこの 20m 間区間のタイムを放電管で測りたいと思います。小宮山さん、はい、いきますか。今のタイムがまあ2秒723、まあ、2秒72ですね。このタイムをですね、まあ、トーイングを使ってゴムの力を使ってですね、2秒72です。2秒72。はい、小田さん引っ張ってください。これがトーイングで、このここがまあゴム、向こうがゴムになっててですね、でここがグーッと引っ張ってきてここにつける。結構今引っ張られてますよね。結構引っ張られてます。結構引っ張られてます。はい、でこれまだちょっと手加減してるぐらいなんですけど、これで実際さっきと同じコースを走ってさっきのタイムよりもまあ速くなるかどうかっていう練習をしていくっていうのがトーイング練習なんですね。でただいきなりこれ全力で走っちゃうと怪我しちゃうので、はい、イメージとしては全力の 90% から 95%、はい、90% ぐらい90%でリラックスして、はい、さっきの2秒73よりも、はい、ちょっと遅いぐらいのタイムで走るぐらいで走る。なるほどなるほど。イメージはですね。はい、というところで、はい、まず1本、はい、初トーイングですね。初トーイングです。いってまいりたいと思います。はい、さあ、今のタイムで2秒56ですね。まあ、結構努力度落として走ってたと思うんですけど、やっぱりこうやって引っ張られると、結構速く2秒56めちゃくちゃ速いじゃないですか。 1.5 秒ぐらい速くなってやば。走った感じどうですか。いや、やっぱもう勝手に足がもう回る感じ、いやめちゃくちゃ速かったです。普段よりやっぱり走ってるスピードも違いますし、はい、体感も全然違うと思うんです。全然違います。でも怪我抜きました。ああそうですよね。はい、そう、怪我が怖かった。はい、ということで2秒73から、まあ、いきなりまあチューブで引くと2秒55になったので、徐々にちょっとこう努力度を上げていって、あと2本ぐらいはい、やっていきたいと思います。でポイントはですね、イメージとしては 95% ぐらいの努力度、うん、思いっきり走るっていうよりはリラックスしながら普段走るよりもちょっと速いぐらい、まあ、イメージとまあ 5% とか 10% まで速くなると速くなるっていう、力み分を取るぐらい、そのとおりです。っていうようなイメージでこの後やっていきたいと思います。ということでさっきはだいたい 90% ぐらい、 90% ぐらいですね。でこれ危ないのはやっぱり2回目3回目慣れてきて調子乗ってこうピュッと上げてることは危なくなるので、次も 90% ぐらいで分かりました。イメージとしては2秒5だったのを、はい、まあ、もう1回2秒5出すぐらいのイメージでやりたいです。ここは結構慎重にならないと本当にまあ怪我につながるので、はい、90% ぐらいで90%、はい、いきましょう。いきまーす。今ので2秒49ですね。2秒49、狙った通りですね。ああ、いい感じです。ほんまにいい感じです、はい、っていう感じでこの練習って結構この強力なんですよね。
まあ自分が持ってるスピードのそのさらに上を走らせるっていうのはすごくいいトレーニングなんですけど、その反面怪我の危険性があるので、今みたいな感じでこう微妙に刻んでいくっていうのはすごくいい感じです。今日走り慣れてきましたよ。慣れてきました。適応力高いです。小松さんが消えました。はい、ということで今これで2本いたので、はい、ラスト1本ラスト1本ラスト1本もうちょっと本当に刻むぐらいのイメージで2秒4前半狙うぐらい。そうですね、もうそのぐらいだったらもう10分です。はい、ということで3本目の、トーイングになりますが、次の1本はですね、何を意識してほしいかというと、引っ張られてるので結構ブレーキ、1歩1歩のブレーキが大きくなってるはずなんですね。あ、だから、1歩1歩のブレーキを小さくするというのが次の課題です。じゃあそれをどうしたらいいのかというと、地面から足が離れたところから前に進むというところを意識してやってる。ここでラストいきましょう。はい、じゃあいきます。いきます。ということで、これでトーイングをまあやっていく。大体そうですね、まあ、人にもよるんですが、1回の練習で、まあ、3本ぐらいが大体いい線なんじゃないか。これ例えば10本なんかいっちゃうと、なんかちょっともう怪我のリスクがかなり高くなってきてしまうので危ないか、まあ、3本ぐらいが最初はいいんじゃないか。走った感じどうして引っ張られて。僕は楽しかったですね。普段走ってる感じと違います。楽しかった。お前そのコメント求められてねえからっていう。いやけどね、結構まあ楽しいというか、まあ、普段走るスピードで速く走るって結構楽しいですよね、はい、やっぱ俺と体動くんだな。そう、実はで、引っ張られてるので、まあ、スピードは速くなってますよね、はい、っていうことできたね、はい、スピードは速くなってますね。まあこれはいいんですけど、で、速度の下にやっぱピッとスライドっていう要素があって、どっちかが上がってるはずなんだっていう考え方なんですけど、まあ、こんだけ速くなったらおそらくどっちも上がってるんだとは思うんですけど、はい、どっちかっていうとやっぱり足の回転数、ピッチの方、うん、もう足をこう速く回さなきゃダメです。そうですね、はい、ここサイドっていうのはすごい難しいなって思います。まあ、まとめると、まあ、はい、そろそろ右肩上がりの小宮山さんのプラトーにあるだろうと。なるほど。そのプラトーをまあ超えてさらにまあ良くするためには、まあ、期間が必要なんだけれども、こういう、はい、まあ、強制的に足速くする必要も必要ですねっていうことでやったのが遠い。どっちかっていうと、まあ、ピッチの方の要求とか、ピッチを速く、足を速く回すっていうところで、まあ、その、速度が上がったというところを達成したんじゃないかなと思います。という感じで引き続き練習していきたいと思いますので、ぜひ皆さんも応援していただけると嬉しいなと思います。絶対ありがとうございます。あくまで 90%。90%。90% やるってのは忘れずに。という感じで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。